ファブリス・ルキーニはフランス・パリ出身の舞台、映画で活躍する俳優。本名はロベール。彼の家族は野菜、果物を商うイタリア移民であった。彼の母親は息子を美容師にするため、彼が13歳の時にパリ・マティニョン号通りのサロンへ彼を修行に出した。彼が現在用いるファブリスの名はこの時代に得たものである。ディスコでフィリップ・ラブロに出会い。 1970年にラブロの作品で映画デビュー。同年よりクレールの膝などエリック・ロメール作品に多く出演。セザール賞に6回ノミネートされており、1993年のトゥーサ・ポアーサで助演団優勝を受賞。舞台にも数多く出演している。独特の語り口調による朗読においても成功を収めており、ラ・フォンテーヌ。 CD 化もされているヤニーチェの作品、ルイ・フェルディナン・セリーヌの夜の果ての夢などの衝撃上での朗読が主に知られている。インタビューでもこれらの作家や哲学者の引用によって理論を展開する姿がよく見られる。これらの文学的な知識は彼自身の独学によって培われたものである。ユーモラスかつ独特な口調、身振り手振りをすることで知られ。 モノマネの対象にされることも多い。また、女性好きを公言しており、テレビ番組などの中で女性賛美のセリフを頻繁に語ることが有名である。一方、実生活では女性からの束縛を好まず、独身を貫いている。公表は、あえてしていないが、子供がいることは知られており、本人曰く子供との関係は、良好で、普通の親子であるとのこと。 ソウルミュージックを好む。とりわけ、ジェームズ・ブラウンの大ファンであり、公の場でモノマネをする姿も見られる。ありがとうございます。